ロバーツ監督大谷翔平選手は、今年はプレイオフに行っても投げる予定はないとのこと。監督は、専念していることは活躍している要素としてあると思うけど、リハビリもやっている。来年ピッチングをしていることを祈る、と願った。健康であるなら少し見てみたかった。いきなりプレイオフで投げたら出力もかかるし、無理は禁物。また来年以降見られる。それこそ投手に専念したらダルビッシュくらいはやるんとちゃう。あんな裏切り食らってから即持ち直せるのがすごいな。マジでイチローと松井のフュージョン MPB3 最高傑作だわ。それで投手もできるとか規格外すぎる。あの大谷でも風邪や騒動で寝不足になったら絶不調になるって気づけたわね。打者戦したらこの打撃成績、投手戦したら同じようにすごい投手成績になるんだろうな。投手大谷を今季不安定なまま見切り発車させるメリットはほとんどなく、チームが復帰を急がせる理由も、大谷が急ぐ理由もないと思う。正直、中途半端な時期に二刀流復帰されるより、打者一本の一年が見たいくらいに今年が楽しみ。今年は無理せず打者専念でよい。無理せず来年復帰してください。シーズン中の復帰はやはり難しく、来春のスプリングトレーニングでの復帰が現実的。まだ先のことだが、今年は打つ方でも十分貢献している。楽しみは来年にとっておこう。ドジャースは優勝狙ってるチームだから、どっちかに専念もしくは片方優先でやる可能性高くなるよね。怪我のリスクを減らして長くやってほしいと願ってると思う。本人も言っているように、今全盛期に入ってきたような時期。このタイミングで二刀流を諦める理由はないと思う。選手生活のどこかで判断する時期は来るだろうが、まだまだ先の話な気がする。確かにプロになる前は二刀流ができるとは本人も考えていなかったようだし、二刀流の場合、投手の方が寿命が短いとは感じているかもしれない。